バイオハザードリベレーションズ。遅かったな、キース・クエント。まくれるよりマシだろ。で、ベルトロは。いざ、地獄の底へ。こいつはセキュリティトークン。普段の墜落機から情報が拾えそうってことです。なんだ？何が来たの？代表、ジルとパーカーからの連絡は？海上からの捜索続行中だが、依然船の位置は不明だ。こちらジャック、船の位置を補足、即時座標を転送します。近いわ。こちらクリス、座標を確認した。どんどん増えていく。くそ、オブライエン、これから現場へ向かう。二人はどこに？わからない。ともかく捜索開始だ。どうやって二人を探し出す気？考えている暇はない。しらみつぶしだ。また？奴らが出るなら捕まえ、行方を聞くだけだ。無事でいろよ。
こちらジャッカス、状況を聞かせてください。ねえ、パーカーたちの居場所、目星とかつかないの？ジェシカちゃん、お任せを。船の現状況から動力システムに何らかの問題が生じていると推定。二人が心臓部のある船底に向かった降参は大きいかと。可能性はあるな。船底に急ごう。かかる火の粉は払うだけだ。もう来ないで。気持ち悪い。
気なのね。だがなぜ船内でバイオハザードか。ジルとパーカーがここで化け物たちに襲われたのかもしれない。
れるよ。一生おごってやってもいいのによ。諦めないでパーカー、まだチャンスあるわ。私にここまで手をかけさせるなんて、まあ、助け出したら絶対おごらせてやるわ。警告、動力システムに異常発生。至急動力室を確認してください。動力室はそのあたりです。急いで。ここも空っぽね。どこへ消えた？